初版の表紙、蛮族の王ホロフェルネスを討伐した勝利のユディータ RV644 は、アントニオ・ビバルディ作曲のオラトリオ。ピエタ音楽院のため2716年に作曲したもので、ヴヴバルディのオラトリオの中で唯一現存するものである。歌詞はラテン語で書かれている。あらすじの詳細は、ユディトキを参照。ヴヴバルディが自筆譜の中で指定している楽器は、 以下の通りである。このオラトリオの実質譜には冒頭のシンフォーニアが欠けているため演奏者により様々なシンフォーニアを当てる自由がある。デマルキは様々な楽器を伴奏部に持つバイオリン競争曲 RV562A を当てたが、これは年代的に問題である。百三十八年にアムステルダムの劇場百周年祭で演奏されたこの曲は それより20年前ほどに作曲され、ビバルディの愛弟子の一人ピゼンデルの筆者筆でも伝わる、RV562、セーロレンツォの祝日のために、を原曲としているので、年代的にもこちらを選ぶべきであった。タルボットが指摘するように、このオラトリオのシンフォニアは二長上でなければならないので、その意味では、どちらもその条件だけは満たしている。ビバルディの他のオラトリオ、ありがとうございます。